き終わってて、衣装店行ってきたね。そういうことやんな。よし、数学選んでいいか。じゃあもう数学っていうラインがちょっとな微妙やんな。まあ強制あの新しいのに変えたとこやからめっちゃ滑舌悪いで、ちょうど今日から新しい強制になったとこやね。新しいっていうか種類は一緒やけど、サイン見てきて早っ。今行ったとこめっちゃ早いやん。すげえ。課題やらないとやばいです。終わりました。でもな、絵日記のな片面だけなあるから、こたつみかんのやつ書いた。ほら見て、えらいやろ。だからな、これはちゃんとな絵日記書くから、ちょっと待って。元旦公演のやつをもう一個の方に書くね。ああ、昨日行ったのでまた行きますね。やった、アンジュさん。アンジュさん行くんかな。アンジュさんのさ、あのなんか限定のしおりみたいなやつがあって、なんか今日顔長い、矯正つけてるからやと思う。なんか見てあってん、なんかその紙それに書いてたアンジュさんの文章がさ可愛いと思って、超可愛い。あの人ほんまおもろいな。可愛いわ、可愛すぎ、可愛かった。親戚がさ、たまたま大阪に、大阪にっていうか、近くにおったみたいでさ、そうで合流して一緒に行った。で親戚のタンプレ買ってきた。弥生ちゃんとか名字とかの誕生日プレゼントも買ってこようかと思ってんけど、まあ今日はいいかって言ってやめた。クラゲかわいい、やろう、気に入ってんねん。クラコちゃん、クラコちゃんです。かわいいやろ、クラコちゃん気に入ってんねん。私もちょっとさ、大掃除仕掛けてこうなってんねん、ゴミ袋真横に。片付ける気はある。ちょっとな、動かれ。弥生ちゃんにもらったカチューシャある、あると思う。あのあそこの箱に見えへんねんけど、入れてる。明日行くん、明日にしたらよかったかな。なんかな、熊田さんお元気ですね。やった、明日行くんや。明日は、明日はちょっと4時。ルームスめっちゃ投稿してんねん、写真とさ動画をさ、めっちゃ投稿してる。めっちゃ滑舌悪いな。今帰ったとこやねん、ほんまに。今さっき帰ったとこやから、あの空気のな抜ける場所が多いんよ、まだフィットしてないから。だからめっちゃ空気通るから滑舌が悪くなってんね。わかる。そうだから、ほんまに聞き取りにくいで。今日8日に行きます。いいね、8日までやわ、冬休み。いいね、いいね。もうその頃には結構サイン溜まってそうやな、いい感じになってそう。グッドスプーンも、ああ毎回そうやね、入れ違いになる。確かに前の時もそうやな。楽しかった、あの時。あれ完全にさ自分で払うと思ってさ、一番高いの頼んだらさ、なんか自分じゃなかったちょっと気まずかった。あってなって、あなあ劇場の揺れてる動画なあ、石川なあ大変やな。でなあ大丈夫なんかな。まあ大丈夫ではないやろな。自然災害からな。でもこっちの方は全然来たで、あの若干揺れたくらい、揺れて映像止まったくらいやから劇場は行けてたけど。アンジュさんが可愛かった。おー揺れてる揺れてるって言ってた。アトラクションかなんかの可愛い。楽しむもんじゃないで。おー揺れてる揺れてるじゃないんよ、全然全然そんなレベルじゃないんよ。結構揺れてるんよ、しかも結構長いんよ。だから全然そんな言ってる場合じゃない。可愛い。
なし、もう認証できひんくなってんねんけど。なんでやねん、指紋変わった？かわいい、ほんまにかわいい。元旦から写真撮れたからアンジュさんと1年の初め、あ、やっと初夢3パターン中の最後のあれで初夢出てきたんですよ。なんか調べたら2日から3日、大晦日から元旦と元旦から2日目と2日目から3日目までの夢3パターンがなんかあるらしくて、初夢の種類で、1日目全然良くない、あの意味とか調べて全然良くない、2日目もなんかそんなに良くなかった、まあまあ別に、うん、普通って感じだった2日目は。で3日目やっとアンジュさん出てきて、なんか意味とか占っても良かったから、なんか運気の向上みたいなやつばっかりやったから最後のやつを信じることにするよかった。なんか上から物が落ちてきたらリサちゃんとヒカルちゃんの頭だけ守る準備をしてた。はじけしか守ってない、2本しか打てないからさ、どっち行くってなったらそこしかないやん。そう、書き初めは双剣って書いた。双剣、うん、あの想像とかの想、想像って言ってもなんかいっぱいあるな。まあ見て、作る方の想像に見る両サイドの8期だけアンジュさんかわいい、開けたら出てくるからさ、かわいい。この時のアンジュさんなんかすごい透明感やな、多分マスカラとあれらな、いろいろ目元と眉毛と髪の毛の色もやるな、超透明感かわいい。あ、そう、それそれそれ、その双剣、あ、いいなぁ、住吉大社行きたいなと思ってた。わぁ、じゃあ私が行きたいと思って行ってたら会ってたかもしれへんってこと？危ないね、ちょっと危ないね。けど行きたいなぁとは思っててん。行きたいなぁとは思ってた。あ、そう、翻訳アプリ。英語を翻訳しないと読めないから。アリサちゃん出てきた、かわいい。リサちゃん赤ちゃんみたいな顔してるよな。サンボートがある、すごい、あーびっくりした、凍ってたんかと思った、凍るような季節だった、びっくりした、冬やった、凍ってんのと思ったら、そういうことね。神秘的やな、氷の池の上にスマホといいやん。え、翻訳アプリ入ってなかったっけ、あれ入ってないね。タブレットには入ってないんやな、口調あるねんけどな、携帯にはな。文章だけ考えとこじゃ。あー寒いよ、片付けて練習して、大晦日の DM 見てないね、見たいけど録画してないと思う。な、何やった、何の話やった、いつも通りのやつ、新しいやつ、痛い。元旦公演8期って書こうかな、どうしようかな、元旦 TVer で見れる、あ、見ようじゃ、 TVer ってあったっけ、うちのテレビ、まあ見とくわ。 TikTok で出てくるやつは見てる。うん、寒いよ、寒いよ、
おみくじ小吉でした。私吉でした。でもなんかいいこと書いてたで。写真撮ったけどさすがにこっちには入ってないやろまだ。ほら入ってない。吉。今年の抱負は勇往邁進、勇気とかの勇に王ってどんなんだっけ、右往左往とか、え違うか、なんやろな、住むとか、え違うな、なんか分からんけど勇往を邁進、普通に勇往邁進って調べたら出てくる。邁進はそのまま邁進、あそれ勇往邁進、あ住むや、よかった、それそれそれ。元日の午前中が元旦だよ。えー、そうなんや。じゃあ元旦公演じゃないやん。それそれ、その勇往邁進けど、勇往邁進やけどあんまり頑張りすぎず、なんか他のものに迷わされずに突き進むぞっていう意味で私は書いたけど、そんな前だけっていうより停滞期間があってもいいかなと思った。疲れたら止まるか進むかにしたいなと思って、それにした。別に止まるとかの意味はないけど、それにいいやろ、だから意見に流されないっていうことで、そう自分のペースでっていうことにした。全然その意味はないけどな、自分のペースでとかいう意味じゃないけど、その言葉は。まあ、邁進がな、そのままの意味やからな。書き初めうまかった、やった。なんか変じゃなかった、あの筆がさ、あのひったひたになるまでさ墨汁使っててさ、変な変なやってさ、めっちゃおもろい。すごい、あのここがなんか、このここが筆の付け根やとするやん、ここまで浸ってんの、もうここまで、もうびっくりした、ここまでひたひたやってさ、ふにゃんってなさ、跳ねたらなんかイシュンってなっちゃった。おもろい、いやおもろいからいいねんけど、いいや、愛称店とツタヤ行ったらよかった。確かに、明日リサちゃんのお誕生日、お誕生日祝い、お誕生日生誕ですね。カスカスより、うん確かに、そうめっちゃおもろかった、ヒッタヒタやってさ。なんて書こうかな、2024年、新春特別公演でいいかなあ。メンバーの SNS の更新が、あの石川のあれがあるから、ちょっとあんまりな、楽しいとかのあればっかり上げてたら不謹慎かなっていうあれなんやろな、多分で止まってるから、おもんなんやろなと思って、ルームスめっちゃ更新してるから、ぜひ来てください、ルームスに。私のめっちゃ載してるから、写真と動画と、で日記は毎日書いてるし、ルームス来てみて、来てね。新春これ漢字間違えしたらめっちゃおもろいよな。あー、文英になっちゃった。なんかバランス悪い。中川の人狼面白かった。中川の人狼、あれ中川のメンツなん、危ない、タンプレにゴミ入れるとかやった。危ない。シンシンさんのルームスにタクちゃん、やった
なんかやったっけ、あれか、中華は飲んで写真撮ってくれたやつかな、やった、うん、公園が公園で書いてた、おもろ、今気づいた、公園が公園で書いてた、おもろすぎる、今気づいたわ、新春特別公演2024年、うん、筆ペンみたいな感じで書きたいな、めんどくさいな、でも筆ペンないかな、あるんちゃう、筆ペン、筆ペン持ってこうかな、なあ公園とかさ、あの変換でミスするの多い、あの公園の方をさ押したつもりがさ隣を押してて公園になったみたいな、めっちゃある、ハチキー、何の絵描こうかな、そうケイトさんの弟子候補に、アンジュさんがあれ師匠の方におったら絶対アンジュさんやったのに、えほんまな、私ユミさんの方行こうと思ってたん、ユミさんがさあのいつもあの休憩が入ってくるまでは黒島ちゃん黒島ちゃんって言ってくれてて嬉しかったのに、休憩が入ってきてそれが途絶えて悲しいですっていうのを言おうと思ってんけど、あまりにもユミさんがモテモテすぎてめっちゃおったから人数、さすがにさ偏りすぎてもさあれやからさ、うーんと思ってやめた、でもケイトさんかユミさんと話すつもりやったんで、そうケイトさんにした、新チーム別衣装で話せるし、でユミさんはその話あるし、だからな、あんまり偏ったらさあれだからちょっと、まあ、誰でも話したいやんそら、いや私の予想はユカタンはユーミさんやと思うんですね、もう勝手にキューキューはもうみんなユーミさんが好きなもんやと思ってるから、だから絶対私の前もユーミさんでその後もユーミさんってなったら絶対違う方がいいやんと思ってから違う感じにした、寒い寒いよ、新春特別公演大阪から世界、もう文字ばっかりやねんな、絵描きたいねんけど別になんか絵っていう絵がないねんな、何にしよう、ケイトさんに、あケイトさんな無茶ぶりめっちゃなするねんけどな、してくるねんけど、なんか振り方が優しいからまだ全然、えツイートしてないんじゃなくてあかんって言われてね、なんかあの石川があれやからさ、あの不謹慎かなって、あの急に振る時とかもケイトさんなんかこう言ってって言ってくれるからめっちゃありがたい、無茶ぶりでもまだ全然これ言ってっていうのがあるのとないのと全然違う、やったー、 B2 のツンデレ可愛かった、わーい、シハン今でもさくちゃんのこと好き、やったー、そうなん知らんけど喋ってないし、サガタめっちゃおもろいでな、しかもあれ可愛いからできるで、可愛くなかったらできひんから、で何かこう新春特別公演、桜でも描いとく？桜で。文字ばっかり。
ペンないかな。で、まあ、文章はそのまま後で書くとして、片付けしようかな。もう雨が熱来た。ああ送ったと思う多分。あ、よかったよかった。ジャニーズでな、もじもじするのが好き。やった、もじもじしかしてない。仲良くなりたいと思う気があればあるほどもじもじするからな。私は全然15分経ってるな。そうかね。あ、ケイトさんがボケましたってさきちゃんが言うと面白いじゃない。確かに。え、数学のこれだけないねんけど。ちょっとクマさんちゃんと入れといてよ。やってんだよルームスやろ。めっちゃ投稿してるやろ。そうやねん。意外に人狼喋ってた。え、全然喋ってないねん。あれめっちゃ喋りたかったんけどな。なんか人狼が次の夜襲うのは今名乗り出た人やと思うねんって言った時に、いやそんなことないんちゃうってめっちゃ思ってて。だってさ、人狼がその出てきたさ占い師ですっていう人をさ絶対食べるって分かってたらさ、絶対に騎士が守りに行くやん。おったとしたら、おらんかとしても危ないやんか。だから絶対それ以外狙うんやろなって思って。だから全然想定内やってんけど、みんな意外と気づいてなかった。あれって思ってたんけど、でもすぐ切られたから、あの狼に食べられたから、ね、え、ケイトさんは絶対白やと思った。なんか絶対人狼じゃないと思ってた。なんでか分からんけど人狼っぽくないなと思って。多分あんまやったことないと思うから、それでやったら絶対市民の何もないやつやったんやろなって感じやった。あのほんまにやったことない人と思って見てたら。でみひなちゃんもう違うんやろなって思った。騎士くらいかなと思ってた。ほんまに騎士やった。あやみちゃんは気づいてなかったな。あみたんとかかと思ってた。あみたんよかったんとかやと思ってた。まこちもちょっと怪しいなと思ってた。なんか人狼やったらもっと喋るでとか言ってるけど、全然前やった時はそんな喋ってなかったから、仲良くないからかもしれないけど、からそんなイメージなかったから、うーんと思ってた。シンシンさんは分かれへんかった。何もそんな感じかな。ジオンさんの休憩には無理かなと思ってるけど、ジオンさんは分からんかったけど、なんか B2 やから仲間やと思ってた。勝手に。そう、あの入りたてのさ、まだ加入で初めてお披露目もする前のさ、あのクリスマスイブにさ、初めましてくらいのテンション感でさ人狼やったらさ、そら喋れへんやんか。からそれもあるんかもしれんけど、よし、じゃあ片付けたいけどめんどくさいから練習しようかな。いや片付ける気持ちはある。花束ドライフラワーにしたの作らなあかんな。またとりあえず課題1、持っていくものとか書いてんのかな。あ、書いてる書いてる。でも始業式いけんのかな。私と筆記用具、体育館シューズ、エプロン、タブレット、これ自分のやった。課題はまだあれなんや。ふーん、課題やったら、あ、じゃあ数学のプリント
クマさんにもらえるやん。入ってなかったですって言ったらくれると思う。めっちゃごめんって言いそう。かなくしたんじゃんって疑われそう。疑った後にごめんって言われそう。逆の可能性もある。みんな大丈夫なんかな。地震、石川旅行とか行ってなかったかな。ペンギンとか不謹慎やめとこ。大丈夫かなみんな。まあ大丈夫やろな。そこら辺は大丈夫。石川におる人らが大変やねん。でも逃げようがないよな、平地やとな。秋嫁よいしょ。昨日走ってん 2.6 キロ走ってん。 2.68 やから 2.7 キロくらい走ってん。それプラス2キロくらい歩いたねん。いいやろ、余裕やった。寒っ。終わります。ランキング読むの大変やな、この矯正つけて。うん、あ、ほんまや、今年で初めての走り染め走り染めやん私。2日、すげえ。そう、旅行で行ってた人とかもおったら危ないからね。寒いですね。え、そう、みおちがおったらな、面白い人で選びたかったん。私は面白い人でみおち入れたかったんけど、おらんかったからな。入れたかった、みおちのつもりで考えていってた。よし、13位上田和樹さんありがとうございます。12位むーちょさんありがとうございます。11位まきこさんありがとうございます。10位せいくんさんありがとうございます。9位オレオーズさんありがとうございます。8位ゆめゆめさんありがとうございます。7位なべちゃんさんありがとうございます。5位じゃない、6位てつみやさんありがとうございます。5位よしさんありがとうございます。4位ひがなおさんありがとうございます。3位さとくんさんありがとうございます。2位、お名前書いたよな、そうや。そう、伊達さん省略ありがとうございました。1位大見さんありがとうございます。ありがとうございました。へへへたいって言いにくいよな、へへへたい。前から思ってたね、自分のあれやねんけど。ありがとうございました。さよなら。部屋片付ける。バイバーイ。